ブランチのギター講座、C チューニングを何回かに分けてやってたんでまとめます。今日はスピッツのチェリーをやったので、まあ、それを使って、はい、大体これを網羅すれば C チューニングで曲ができるんでなかろうか的な感じです。本編の歌動画は、キーが高くて大変だったので半音下げた C チューニングでやってますけど、これはノーマルというか普通の、チューニングの C です。で、C チューニングがそもそも、開放で C が鳴るようにするので、語源を C だよね、普通 A ですけどね、語源を C 低いー、4弦を E、3弦は G のままですね。で2弦を C、1弦と6弦は E のまま、はい、開放で C が鳴ってます。で、まず出だしイントロ C G A マイナー F ですけども、C はですね、いくつかあるんですが、オープニングの C はハイコードの C を使ってます。で、この押さえ方が C チューニングで結構スライドするとコードがいろいろできる押さえ方で、まあ、6弦のベース弦を使ってやってるんですけど、結論的に今日はやっていきますが、6弦の8フレ、5弦の7フレ、4弦の8フレ。こんな押さえ方ですね。7、8、8。B7 のなんか構え的な感じです。指の形的には。はい。C ですね。で G はこの形のまんま、中指を3フレ持ってきます。6弦、G のベース弦が6弦の3フレだからね。でこの時に、1弦の、3フレも押さえて6弦と1弦がオクターブで鳴るようにすると響きが、で次 A マイナー、6弦の5フレと、5弦開放、4弦の5フレ、3弦の5フレ、こんな押さえ方ですね。5フレ、A マイナー、Cマイナー、次 F、6弦の1フレと、4弦の1フレ、こんな押さえ方、ちょっと失礼。これはさっきの C、G の押さえ方と一緒なんだけど、F はベース弦が1フレなんで、要はこの指が押さえるとこないんですよね。人差し指がね、はい、つまり C と G と F の関係は8フレ C、 3フレ G、 1フレ F、 G、 C、 ここに A マイナーが入ってる。ここでイントロできます。気持ちいい解放をなんとなく流してね。で A メロ、君を忘れない、まあ同じですほぼね。 C
君を忘れな G 曲がり Am 僕めた道を言う次 Em 私がやってる Em は、6弦開放ね、これがいいだからと5弦の7フレと、2弦の7フレ7フレ7フレこんな感じ。君を忘れた道我が Am 道を行く。これでほぼできますもん。チェリーは生まれデーフ生まれたっての太陽星と想像した以上に絶対ないな僕を待ってる。気づきました？今 C これじゃない C を1個挟んだんですよね。想像した想像が F ね。想像した以上に G 次の C をここに持っていくんじゃなくて G がもう1個あってですね、あ C がもう1個あってですね、 G の押さえ方から人差し指を抜くと C になるんです。だから F 想像した G 以上に次の C を人差し指外して案外した Am 未来が僕を待ってる。想像した以上に騒ぎしないな僕を待ってる。なんでって言われても押さえやすいし、なんとなく音的にしっくりきたから、C チューニングの C は押さえないで鳴らす C とこの8フレを押さえる C、 8フレを押さえる C と、G の人差し指抜き、これがあります。これ使い分けるといいですね。で、ルーの C は上来るんです。この理由は下げたいから。愛してってやりたいから。愛して Am の G、EBF、D だけ C で強強ルーな G、ラベル F、D が下 C、ヨーサーや Am から G が。で、ここが締め。はい。ここちょっとテクニカル。んで、じゃん、ち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 ゃん。え、F、F、C だね。F、C、G、C。え、F、C、G、C。え、F、D、F、C、G、C。抱きしめてのとこね。でここの F、F、C、G、C をの C をいろいろ混ぜてるんです。F、C の抱き次の C はただの解放。ここで C になるからね。抱き C で G、めでさっき言ったやつ人差し指外すと C になるんで。こんな感じで弾いてます。これで全部いったんじゃないですか。で、コード的には、C、G、Am、Em、F、G、C。C の曲だいたいこれでいけますもんね。あと、ま、Dm とかね。あ、それをちょっと混ぜないのか。これで、チェリーができます。
で、今日のチェリーの見せ場は、どんなに相手ものとこのカッティングね。あ、その前に、あの、感想で転調が入るのか。2番のサビ。大事だってなどに B フラット。B フラットは、B のベース弦がね、6弦の7フレだから、そのフラットなんで、さっきの C の押さえ方の6フレ。8フレ押さえてた、8フレ押さえて C が鳴ってるやつを2つ下げて、6フレで B フラット。小指なんかを入れて、で次 Am。ここから F 行くんです。どんなに吐いても恨みつけない、 Am。まあ、弾いちゃってもいいんだけど、アクセントつけたいから、なるんで C チューニングは結構ジャガジャガすると気持ちいいですよ。こんな感じですね、チェリーに関しては。あと C の曲を、やるとすると、さっきちょこっと言った D マイナーね、これで全部でしょ。 C G A マイナー E マイナーで、D マイナーはですね、ノーマルチューニングの B7 の押さえ方の上。で、6弦は弾かない。これ D マイナー。 D マイナーから A マイナー。 F、これで C の曲はいけるはず。まあ、転調とか除いてね。すると、C の曲と G の曲似てるんで、C チューニングで G の曲もできます。で、G の曲やるときに、今のコードとプラスで出てくるのが B7 ですけど、B7 は、あ、違う違う、B マイナーね。G に出てくる。まあ、Eマイナーから Gマイナーってよくあるよね。ね、G の曲にありがちな E マイナースタートね。さっきやったやつ。E マイナー。E マイナー。B マイナー。あとで指やります。B マイナー。あ、D もか。B マイナーは、さっきの C とか G の押さえ方ね。このフォームで、で、まず B なんで、C の1個下なんで、1個下げます。7フレ。で、この押さえ方に小指を1本足します。3弦の7フレ。ここに。そうするとこの音が入ると Bm になります。全部弾いてもいいけど、まあ1人間は弾かない方がいいかな。から D、
D は C の2個上なんで、さっきの C 押さえたのから2つ上げて10フレの、これで D が出ます。で G に戻ると、はい、これで C チューニングで C の曲はもちろん G の曲もできるという感じですね。こちこちとアスファルトに刻む足跡を踏みしめるたび Am I down? 俺は俺でありくっつけたい、そう願った。コードが変わらなすぎる、トンボは死にたい死にたいくらいに憧れた深夜の都大東京。ダメだな、トンボ簡単すぎるな。とにかく G の曲ができます。はい、そんな感じですかね。最後にコードの、今日出たコードのおさらい。 C 8フレのね、これね、 C G 3フレの G 1フレ F G C A マイナー5フレ、5フレのここね、 A マイナー E マイナー6フレ、6弦解放でから D マイナー B7 の構えね、はい、それと DC の2個上、それから B7 は、C の構えから1個下げたのに小指追加、以上 C チューニングで弾いてみよう的なギター講座でした。ありがとうございました。